番からいきますね。9番5番はこちらです。島村さん5番ここで島さん大丈夫ですね。はい、それでは一度エンジンを止めてください。エンジン止めてください。7番グリッド羽賀慎吾選手。8番グリッド桑野博正選手。9番グリッド野田圭一選手。そして10番グリッドは児玉修一選手。以上10名の選手で日本一が競われます。それではエンジンスタート OK とします。はい、それではコースオープンです。コースオープンスタート2分前です。
フラッツマンに注目。さあ、時間の方は2分の経過を残り13分。現在トップは全長4番、影山選手。ただ、負けずに追いついた、優勝2番、10分3番、中村選手。そして3番、10分選手は、富岡選手。4番、10分選手は、中村選手。5番、10分選手は、春田選手。さあ、ビクトリアラインに乗ってみてお越しください。グリーンカーの音をお願いします。さあ、前提中間、小玉選手のマシンクロミングを。さあ、ここで交通上2番手に戻ってきたのが富岡選手、3番手に乗って3番の渡辺選手、3番手に乗った富岡選手、1位と2位の差は 1.4 秒、2位と3位の差は 0.4 秒。さあ、トップはこの間ホームストレート、1位3位の3番手で走りました。トップ富岡選手がグリーンのバラに乗り、さあ、ここに投資のトップを出してもらおう。さあ、ここに投資の3番の富岡選手、そして2番手に絶品3番の渡辺選手、3番手に絶品4番の渡辺選手。さあ、そしてスタートの問題に巻き込まれた2番手絶品2番の渡辺選手は4番手まで出場。
さあ、続いて 10.2 番原田選手が3番手まで復帰。さあ、いよいよ追いかけられるか、どこまで。さあ、グリーンのレースに合わせて2番手、宮田選手。グリーンとホワイトのカラーリング、流れとホームストレートを放送して。そして2番手の席に3番バトル選手、そして3番手に席に2番原田選手、4番手に席に4番バトル選手。
時間は10分を経過です。残り5分。
って2番ゴール、3番ゴール、5番ゴール、4番ゴール、8番ゴール、1番ゴール、はい、お疲れ様でした。さあ、見事このブルワンクラス優勝はゼッケン1番富岡翔吾選手、今日の選手手を挙げてください。はい、さあ冷めたやつですね、こいつ。そして2番ゴール原田博史選手、そして3番ゴールは渡辺誠二選手でした。お疲れ様です。